タイムラプスの映像で、光がね、チカチカしてしまう現象のことをフリッカー現象と言うんですけども、そのフリッカー現象を除去してくれるソフトウェアに LR タイムラプスというものがあります。で、今日ですね、その LR タイムラプスを使って、先日紹介しました、フリッカーのひどい小事故で撮った天の川のタイムラプスを修正してみて、どれぐらい滑らかな天の川になるかということを、シェアしていきたいかなと思います。で、これから LR タイムラプスでフリッカー除去した映像と、フリッカー除去していない映像ですね、を、どちらかをね、流していきますので、どちらがフリッカー除去しているか予想していただけたらなと思っています。はい、ということで流していきます。続いて2つ目の映像を流したいと思います。はい、いかがでしょうか。どちらがフリッカー除去か分かりましたでしょうか。初めに流した方を1番、次に流した方を2番としますね。で、フリッカー除去した映像は2番になります。はい。これ分かりましたかね。で、別々に見るとね、分かりにくいと思うので、今度は映像を並べて一緒に流していきたいと思います。はい、以上となります。違いは分かったでしょうか。僕の率直な感想としましては、もう少しね、滑らかにフリッカー除去されるかなと思ってたんですけども、完璧にはいかなかったかなというのが、正直なところです。で、今回このフリッカー現象がね、すごくね、発生してしまった原因をね、もう一度ちょっと考え直してみました。で、これを撮影した当日なんですけども、当日は結構ね、天気は悪かったんですよ。で、天の川を撮るときに晴れてきたんですけども、やはりね、もやが残っていたんですね。で、あとはその、小事故特有の、形状というか、地形というか、そういった関係もあって、結構その、車のライトがね、すごい光るんですよ。逆光もありますし、湖面に光ってしまったりとかするんですね。そのもやに車のライトが結構反射してしまって、今回のフリッカー現象に、つながってしまったんじゃないかなっていうのが、僕なりの結論ですかね。で、雲がね、必ずしも悪いっていうことではないと思うんですよ。例えば、結構上の方にある雲の流れをタイムラプスで綺麗に撮ることができるんですけども、今回はそのもやが結構下の方にあったので、やはりその車の光とかのライトの影響を受けやすかったんじゃないかなと思います。はい、ということで、綺麗なね、タイムラプスを撮るためにはね、どうしたらいいかと言いますと、もちろんこの LR タイムラプスみたいな、その、フリッカー除去みたいなソフトウェアをね、使うのはもちろんなんですけども、やはり当たり前っちゃ当たり前なんですけども、その現地の、環境とか天候、この辺がやはりね、一番大事なんじゃないかなと思いました。なので、その現地に行って環境を見て今日はタイムラプスを撮った方がいいのか、それとも写真だけにした方がいいのか、そういう判断をね、できるようになることが大切なんじゃないかなと、個人的には思います。はい、そんな感じで今日は LR タイムラプスで撮ったタイムラプスの紹介でした。タイムラプス撮影する方いましたらね、参考になったら嬉しいです。